はい、皆さんこんにちは。ワンダルグルージです。では今回はアーツ・オブ・アイアン第一次世界大戦モッド日本軍部レイの続きをやっていきたいと思います。ここまでですね、ハワイを無事攻略していよいよアメリカ本土攻撃を伺おうかというところなんですけども、まずですね、ハワイを取ったものの、ハワイの次、その海域がですね、アメリカ軍結構守りが固くて、北中央太平洋、あとは西部沿岸、この辺りはアメリカ軍の艦隊が、もう大量に、配備されているという状態です。なので今回はですね、ハワイを逆に陽動にして、アッツ島攻略を行っていきたいと思います。アッツ島はここですね。で、アッツ島を経由して、アメリカ西海岸北部に上陸をかけていくと、シアトル近辺ですね。ちょっとそういう奇策を使ってですね、攻略の方をやっていきたいなというふうに思っています。では早速時間を進めていきましょう。ハワイとかね、そういうところには部隊を駐留させています。うまくそれらの部隊が機能してくれれば、十分ハワイを防衛できるかなというふうに思っているので、まずはそういった動きをしっかり確実なものにしていきたいと思います。海兵隊をアップデートしておきましょう。特にね、アメリカ軍と、陸地でね、陸軍同士のぶつかり合いになれば、勝機は、十分にあるんじゃないかなと思ってはいるので、まずはちょっとそういう動きをね、しっかりできるようにしていきたいなと思っています。で、その時に他国に介入されたくないので、外交でですね、主だった国々には死者を送ってい、きましょう。イギリス、フランス、さらにドイツ、オーストリアも含めてですね。もう、あらゆる国々に関係改善を申し込んでおきましょう。オスマンとかもね、変に介入されても面倒なので、政治力は幸い余っているというところも、鑑みてですね、積極的に関係改善の使者は、どかすか送っていきましょう。で、もちろんですね、南米、コロンビア、ベネズエラ、ブラジル、アルゼンチン、この辺りにも介入ね、もちろん味方として介入してくれる分には歓迎なんですけど、敵国として介入されても面倒なので、しっかり使者を立てておきます。さあ、ではまた時間を進めていきます。いやー、このハワイ近辺は結構熾烈な艦隊戦が起きてますね。地味に、軍事力をね、そがれていってるっていう状況になると、それはそれで結構きついので、なるべく、味方の損害少なくですね、勝利に貢献していければいいのかなとは思います。では、ここで一旦、制海圏マップ確認しておきましょう。制海圏マップ確認すると、アッツ島近辺は取れてるけど、それ以外がちょっと取れてないんだな。敵の艦隊がいるってことですね。ちょっと艦隊を集中させますか、そしたら。ビスマルクでドッグ入りしてる艦隊を一つ引き上げましょう。なんとしても早々に制海権を獲得してですね、そこに上陸部隊を派遣していきたいところなので、一気に持っていきましょう。第7艦隊で2隻の大型艦か。いやー、なかなか厳しい戦いが続くな。艦隊を用意しておきたいので、フィリピン海で派遣していた艦隊も一度引き上げましょう。まずは何はともあれ、確実にですね、アツ島を攻略する。潜水艦も地道に研究を続けているので、最終段階まで入りましたね。海兵もアップデートが入った。よし。まあ、ここまでほぼほぼ研究の内容は順調に来てますかね。で、いつの間にかアツ島を見てないうちに攻略が終わっているっていうね。まあ、それだけ、味方が、海兵隊が機能してくれているっていうことだと思うので、まあ、そこは歓迎しましょう。で、この後なんですよ。この後なんですが、まずですね、最優先したいのが、この部隊のアメリカ西海岸北部への上陸ですね。それを確実に行っていくために、場所をシアトルにします。シアトルに強襲上陸。で、そのためにですね、艦隊を割り振っておきましょう。海兵隊の進路をね、しっかり確保してもらいたいというところになるので、今だと北太平洋と北西海岸、ここの、西海圏が取れれば、上陸可能ですね。ちょっとじゃあここを見ておきます。まあ、完全にアメリカ軍はハワイ、ここを警戒していると思うので、アツ島からね、シアトルを狙うっていうこの奇策、ハマってくれればいいですね。これがハマれば上陸も可能かな。今なら上陸できる。今なら上陸できるよ。まだただ溜まってないですね。残念ながら。よし、各部隊、集まっているので、上陸作戦がうまくいけば、後続の部隊を送り込んでいきましょう。お、上陸が始まっている。ちょっと時間止めて、上陸がうまくいくことを見届けましょう。今度上陸が叶えば、アメリカとの戦い、かなり有利に進められるんじゃないかな。あと、核はまだ一発しか持っていないので、まあ、核を撃つっていう選択肢は今のところないんですが、まあ、最悪の最悪、航空基地を確保したらですね、核を撃つことも辞さないという強弁姿勢でいきましょう。さあ、まずは上陸がうまくいくことが大前提。海兵隊。上陸作戦が今ここに始まります。イギリス軍のあれがいたね、今。まあ、増援というか、敵のアメリカ軍の味方をしている感じが少ししましたね。ただ、イギリスに対しては、さっきご覧いただいたように、まずは、しっかりと、外交の使者を立てているので、その使者がね、入ってくるのを待ちます。参戦しないでねっていう意思表示がしっかり聞いてくれればいいのかなってとこですね。でも、資源は全然足りないので、もう資源の輸入は諦めます。さあ海兵隊がまずは上陸して周辺中域の獲得、確保を目指していきましょう。フランスがここにね、入ってきちゃってるっていうのが、ちょっと気になるよね。フランス、あとは、インド領、イギリス。この辺りの国々が入ってきちゃってると嫌なので、ここは再度、一挙に関係改善の使者を送り込みましょう。参戦されないように。敵国として参戦されると、かなり致命的な感じにはなってしまうので、でもちろんドイツ、オーストリア、さらには、スペインで、最後忘れちゃわないうちに先にオーストラリアの方も入れておきます。これでしっかりね、敵国アメリカ側として参戦されないように最善の注意を払いましょう。では時間を進めます。まあ、ただ海兵隊含めてね、日本軍は第一次世界大戦を単独で勝ったと言ってもいいぐらい頑張ってくれたんで、まあ、ここはある程度自信を持ってね、陸軍を送り込んでいきましょう。じゃあ、どうしようかな。航空基地1個取れてるので、この航空基地に戦闘機配備しましょうか。戦闘機が3機しかない。そうなると、まあ、合ってないようなもんですが、送っておきましょう。で、一気に1000機の航空機を配備して、周辺中域の制海権、制空権、確実に取ります。ちょっと待ってね。全然渡ってくる気配ないじゃん。どうなってる？後続。海兵隊だけだと持たないぞ。いくらなんでも。よし、渡ってきてるね。後続の陸軍の師団が渡ってくれば、これをうまく使っていきましょう。あとはちょっと待ってね。今見ておくと、注意しなきゃいけないのが、ここの、補給マップだね。補給マップ的には結構しんどそうだな。そうすると、今、2つの軍を送り込もうという算段なんですけど、これを1回やめましょうね。代わりにですね、今なら可能なんじゃないかという、西海岸、南部への上陸。これを起としていきましょうか。今ならロサンゼルスへの上陸が可能だ。というわけで海軍の動きを少し変えていきましょう。ハワイから、北中央太平洋と西部、西海岸。ここがね、先ほども話した通り結構重たいエリアにはなってます。ここを取れれば、2カ所同時にね、陸軍が進攻できるっていう、すごく効率面でもアップするので、ちょっとチャレンジしていきます。あ、カナダも参戦されるとまずいじゃん、よく考えたら。ね、関係改善を送っておきましょう。とにかく今は、敵にならないでくれっていうね。そこからですからね。さあ、じゃあ、まずは、軍を、第2軍の方第3軍かな、の方をですね、南進させるのがいいのか、東進させるのがいいのか、ちょっと悩ましいところですけど、この後ハワイから西海岸、ロサンゼルスを狙うっていうことを考えた場合は、南進させましょう。ロサンゼルス近辺まで軍を進めます。ちょっと補給マップ的にパッツンパッツンになっちゃってると思うんで、早く軍を動かしたいですね。なんとかここ順調にね、シアトル周辺は確保したので、この先ですかね。ここまでは一旦順調に来てると見て良さそうですね。あとはロサンゼルス。ここに上陸が叶えば、より確実に戦闘がね、優位に進んでくれるんじゃないかなと思うんですが、北中央太平洋、ここが重たいよね。ここ重たいんですよね。全然取れないんだよね。ただ、取れないと言って嘆いていてもしょうがないので、なんとかね、取っていきましょう。もう研究の枠はこれぞというのはないので、もう適当に研究は進めていきましょう。まあ、とはいえ研究しないのはそれはそれでね、もったいないので、適当に研究は進めていきます。やってないものを進めるっていう感じですかね。いや、さすがよ、陸軍ではアメリカ軍に引けを取らない。まあ、そういうものを用意してきましたからね。海軍はね、前回もお話している通り少し厳しいっていうのが、正直なところあるんですけど、陸軍では決して、アメリカ軍に引けを取らない。ちょっとここで、補給マップ確認しましょう。余裕あるようであれば、次の師団を送り込みます。アメリカ軍の体力を削いでいきましょう。そしたら投進する部隊も用意していきます。制海権がちょっと苦戦してるけど、その前にロサンゼルスまで陸軍が到達できる見込みがあるね。戦車の師団がいる分、やっぱり強いな。いや、戦車無敵よ。陸軍の戦車は無敵の強さを誇ってる。あとはロッキー山脈をうまく山岳兵を使って越えてもらえれば、勝利がより、確実なね、ものになっていくんじゃないかなと思います。では、強襲上陸はやめて普通に上陸しましょう。サンフランシスコを取ったらサンフランシスコに普通に上陸。何？アメリカがイギリス協約に入ってしまった。ここで来たか。これでイギリスも相手にしなきゃいけなくなりましたね。恐れていた。まあそういうフェーズに変わってきちゃいましたかね。なので、まあイギリスに備えて軍は配備してあるので、あとはフランスとかが参戦しないように、ここはフランスに関係改善送っておきましょう。イギリスだけで食い止めたい。いや、関係改善ほんと忘れてるともうひどい目に遭うね。ちょっと油断してるともうこういう状態です。まあただね、世界の王になるには大英帝国の潰しておかなきゃいけない、まあ、そういう国ではありますからね。イギリス以外の国には敵にとはいえ回らないようにという働きかけをしっかりしつこく行っておきましょう。アフガン、チベット、まあ、この辺りはいていないようなものですが、まあ、敵になられるよりは100倍増しなので、輸入元がね、なくなっちゃうのはそれはそれで痛いんで、関係改善は行っておきましょう。カナダに参戦されると相当痛手なんで、カナダだけは参戦絶対しないでねっていうね、こんなところですかね。では、イギリスが敵に回ってしまいましたけども、イギリスが本格的に軍を送り込んでくる前に、戦局を決定的なものにしていきたいなというふうに思います。目指せワシントン。ということで、今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイさせていただきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、Twitter の方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひTwitter の方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。